ドライエ、ドライエ、ソシエテデス・オートモビルズ・デラヘは、1894年創業のフランス自動車メーカーである。トラック主力メーカーだったが、後1930年代に高級車分野に、本格進出、豪車な高性能車を製造し、レースでの成功等で広く注目された。第二次世界大戦後の高級車需要の衰退に、伴って消滅した。 エメール・ドライエはフランスのトゥールで生まれた。ブルッセル等において技術者としての経験を積んだ後、1873年にトゥールに戻り、1879年にはジュリアン・ブレトンからレンガ工場の経営を引き継いだ。ドライエは洋業に代わって蒸気機関やポンプなどの機械製作に進出し、続いて新しい動力である、 ガスエンジン及びガソリンエンジンの改良にも取り組んだ。当時、ドイツでガソリン自動車が発明され、1886年、ゴットリープ・ダイムラーとカール・ベンツがそれぞれ開発。1890年には、フランスにおけるダイムラーエンジンの製造権を得てい、パナール・ルバス・ソールがガソリン自動車を開発。続いて、プジョーもガソリン車を製作していた。ドライエは、 このような情勢に影響を受け、1890年頃から自動車の開発を考えるように。こうして1894年、ドライヤーは独自のガソリン自動車を完成させ、パリで発表した。この時代における多くの自動車の例に漏れず、短期等、ベルトドライブのリアエンジン車である。1896年には、黎明期の自動車レースであるパリ。 マルシェイユレースに参戦するなどして知名度を高めた。エミール・ドライエと親しい人物の一人に、初期のドライエ社の、富裕な顧客で、レーシングドライバーでもあった、ジョルジュ・モランがいた。モランのギテイレオン・デマレは、パリでの工場経営を、ギフ・ポール・モランから引き継いだところで、新分野への進出を支援していた。そこで、ドライエの自動車に将来性を見出したモランとデマレは、ドライエに、 パリ進出を持ちかけた。ドライエもこれに同意、1898年にドライエ社はパリに移り、ここで自動車生産を行うようになる。しかし、それからほどなく1901年にエミール・ドライエは経営から退き、1905年にリビエラで死去した。以後は、モラン一族が1954年のオチキス社との合併までドライエ社の経営にあたることになる。 初期にはモータースポーツにも参戦していたドライエだったがその活動も1902年を最後に中断した。以後は第一次世界大戦後までトラック生産を主力とする地味なメーカーとして推移いた。特徴的な取り組みとして早くから消防自動車や大型農業機械の製作を行っていたことが挙げられよう。1927年からは 中級乗用車の生産を行ったが、さほどの成功を収めなかった。長らく実用的な商用車や消防車などの特装車を主力としてきたドライエだったが、その転機となったのは1932年であった。モラン一族ら経営陣は、不況に対する経営打開策として、高級車、レーシングカーの分野に本格参入することを決意したのである。結果、アメデバレ、 ジャンフランソワラ・ドライエッシャのエンジニアたちは、その手腕を、遺憾なく発揮することになる。パワーユニットに選ばれた、スチールブロックの直列式、オフエンジン、4気筒2.15リッターの 12CV、6気筒3.2リッターの 18CV の2系統で、あるが、本来、1927年に設計された、タイプ103トラック用のエンジンであった。乗用車と、 トラックがエンジンを強用した事例自体は歴史的にた々見られるが、量販車主導士の合理化を目的とした強用のあぜであり、高性能高級車と目されるクラスの乗用車、スポーツカーがトラック共通エンジンを用いることはさすがに多くない。しかしこのドライエンジンはトラック用という出自から信頼性が高く、なおかつ高級車のエンジンとして用いても、 問題のないだけの十分なスムースさをも兼ね備えた高品質な製品であった。そして1950年代に至るまで乗用車、トラック兼用エンジンとして第一線で用いられた。1933年のパリサロンでジャン・フランソワの手になる新型車ドライエシュペルリクス 12CV と 18CV とが発表された。例のタフネスなトラックエンジン。 クロスメンバーを備えた強固なシャーシに加え、全車軸に横置きリーフスプリング独立喧嘩を採用、オプションでシンクロメッシュギアボックスもいされるなど、技術的に当時の最先端を行く斬新なモデルだった。そして同年、モンレリーサーキットでスピードトライアルを行い、耐久速度レコード18種を樹立するという構成能力を発揮して、ドライへの冴えなかったイメージをひっくり返した。 1935年、経営不振に陥っていた、同じくフランスの高性能車メーカーであるドラージュ、デラージュ、デラーグともを吸収合併し、さらなる発展のステップとすることになる。ドラージュのネームは、ドライへと並行する形で、第二次世界大戦まで残された。例のトラックエンジンの応用ぶりは徹底していて、ドラージュ最後のモデルとなった、華麗な高性能車、 同ィ D8 から122もドライへのトラック用を6気筒に2気筒を追加して直列8気筒とした設計の4.8リッターエンジンが搭載されていたほどである。1935年に戦後まで長く生産された6気筒車135を発表、以後その派生モデルを展開して成功を収めた三十五シリーズやドラージュ D8、そして 同時代のブガッティア・タルボ等のフランス高級車には、フィゴーニ・エファラッシアンリ・シャプロン、レトゥノール・エマルシャンといった早々たる、カロシェ、車体仮想メーカーが、実用性を度外視し税を凝らした、絢爛豪華な曲面流線型ボディを仮装した。1950年代に、クライスラーのチーフデザイナー、バージル・エクスナーが、フラム・ボワイアン、火炎様式とい創唱で定義したそれらの、 コーチビルドボディは、豪奢な衣装に身を包んだ、上流夫人と共に、コンクールでレガンスにおける花形として君臨したが、いわば第二次世界大戦を目前にした、不安な時代のアダバナとも言うべき存在であった。この時代の高性能車メーカーの多くと同じく、ドライエもモータースポーツへ再挑戦した。1930年代中期以降のヨーロッパの、 グランプリでは相当アドルフ・ヒトラーの意によるナチス・ドイツ政府の強力な支援を受けたアウト・ウニオンとメルセデス・ベンツが圧倒的な強さを期していた。この恐るべき強敵に対抗指摘を吐いていたのがフランスではブガッティとドライエであった。ドイツ社対抗者としてドライエが送り出したのがレース賞金にちなんで100万フランのドライエと言われた V 型12気筒4.5リッター 238HP 最高速度時速260キロメートルの高性能レーサー145である。1938年ルネドレフィウスが買ったドライエ145はベルギーのポーで行われたレースでメイドライバーのルドルフ・カラッツィオラが操縦するメルセデスを破って優勝した。なお、をベースになロードスターボディを 与えた、行動用、モデル、165が、ごく少量を製作されている。また、ルマン24時間耐久レースでは、135の、排気量拡大、強化版である3.6リッターの13 M、135M、135MS が活躍を見せた。1937年には2位3位、そして翌1938年には、組が優勝している。 ただし1938年のレースには、フランスの最強号であるブガッティが出場しておらず、ドライエージタイレース中のギアボックストラブルで、トップギアしか使えなかったのであるが、戦闘を大幅リードで独走していた、名車アルファロメオ 8C2900 に、持ち前のタフネスさで追いがって任意を、キープ、アルファロメオが終盤で、その聖地な DOHC8 気筒エンジンにトラブルを、起こしたことで、 トラック上がりの6気筒、オフエンジンによる粘り勝ちを得たのであった。ビッグタイトルこそ多くは得られなかったが、135シリーズは、富裕なプライベーターたちによって、多くのレースで活躍している。戦中、戦後は、トラック生産に集中していたドライエだったが、1948年に135の製造を再開し、乗用車分野に復帰した。さらに、 排気量を4.5リッターに拡大した協力車175も発売されている。戦後のドライエには戦前のフラムボワイアンよりは常識的に抑制されてはいたが戦後も残存したいくつかのカロシェの手によってモダンなフルワイズボディが仮装され自動クラッチ式のコタルプリセレクタギアボックスなどの高度な装備と相まって フランスを代表する高級車としてのステータスを示した。もっともシャーシ周りの進歩は遅れており、ブレーキ系統は油圧でなく、戦前以来の機械式が継続されていた。しかし、戦前の高級車市場を支えてきた王公貴族や富豪たちは、第二次世界大戦の影響で多くが没落していた。これに加え、戦後のフランスでは復興のための生産が優先され、高級車、 高性能車に対する車資税的な高額課税がなされるようになり、課税出力 15CV を超えるクラスの自動車は容易に保有できなくなった。このため1940年代末期以降のフランスでは 15CV クラスの代表者である2.9リッターのシトルエントラクシオヌアバン 15CV6。これは本来高級車というよりはアッパーミドルクラスの実用車なのであるが、が、 現実的なオーナーカーの上限になり、大廃棄量で高価なドライエは、もはや有力な市場を失ってしまった。油圧ブレーキやデュボネ式前輪独立喧嘩、後輪へのドディオンアクスル導入などアップデートが、図られたが、ドライエの乗用車生産は年々低迷した。ドライエ最後のニューモデルは、軍用として1951年に開発された、ジープタイプの4輪駆動車であった。 業績悪化により、1954年には、中堅メーカーのオチキス、ホッチキスホッチキスも、に合併され、乗用車生産は中止された。オチキスは、その後1年足らずの間、連名の、オチキスドライエブランドのトラックを生産したが、ほどなく、ドライエの名は外され、これをもって、ドライエのブランドは、自動車業界から消滅した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。